こんにちは、今回は1年目四つ星終わりの3月現在です。四つ星終わりは去年のうちに引っ越しをしていて、アリ専用アクリルケースで買っています。現在冬を越えて活動的になってきたので、去年中国サイトから買っていた給水器を取り付けてみました。買ったものはこちらです。一つ400円以下で購入しました。説明書などはないので画像を見て組み立てました。青い紐のようなものは、巣の湿度管理にも使われている、定番の PVA スポンジですね。10mm の穴に 10mm のチューブを接続する設計ですが、他の動画でも説明しましたが、アリ専用アクリルケースの 10mm の穴は結構ガバガバです。L 字接続パイプの部分までねじ込んで固定しました。一匹の働きアリが出てきました。知らないものがあってパニック。水がこぼれちゃってますね。保水スポンジの紐が下に垂れ下がっていたせいだと思われます。出ないように短くしました。この状態にしてから水漏れは起こってないです。ということで、初めて給水器を取り付けたよ、の動画でした。そもそも巣に湿度を与える必要があるアリ飼育に水やり器は必要なのか？それが一番の疑問ですが、まあとりあえず元気そうなのでこのまま飼っていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。Thank you.